はようございます。本舗なっかです。おはようございます。今ちょっと港北止まってました。今日はあの朝横川のサービスエリアで朝6時頃起きて、いやほんま3時起きたかったけど全然起きられへんかって、ほんで一応まあマイプラしに埼玉戸田に行ってて、ほんで8時半頃にはもう荷物包んで走り出してんけど、首都高順調でずっと走ってきたけど、また透明事故渋滞してる。もうどんだけだこれ。マイチングやねこれ。今海老名の渋滞にハマってんねんけど、海老名までの渋滞かな。その先今度は秦野から足柄までの渋滞があるから、今日はもう2段階渋滞にハマってます。2段階事故渋滞にハマってます。一応海老名ジャンクションまで19キロで、この海老名の事故はちょっとどこまで続いたのかちょっとわからへんねんけど、今事故渋滞にぼんやりというかがっつりハマってます。もうみんなハマってんねんけど、ほんま毎週事故ってほんまえぐいな。もう経済効果どんだけみたいなぐらい下がるんじゃん。関係ないか。もうとりあえずね、あのお腹空いたから、あの今日はあの海老名で海老名の牛丼食べます。昔コマーシャルやっとったな、海老名の牛丼ってやっとったな。海老名で牛丼食べたいと思います。海老名もね、何分で着くんかな。です。今透明の、何キロポストかな、少々お待ちください。今東名高速下り線15.2キロポストです。 15.2 キロポスト走ってます。今一緒にハマってる方、あれ本舗なんかって気づいてくれる人おるかな、おらへんかな。ちょっと天気は曇ってるけど、このままぼちぼちほんだら海老名サービスエリアまで行きたいと思います。ですです。これ渋滞した時ってあのみんなあの3車線あったら、あのどこ何列目並びます、何列目。一応だいたいもう俺はもう渋滞にバーンってもうハマるってなったら、もう一番左に入る。一番左に入ってとりあえず様子伺う。なんか一番右におって左の方が早かったらもやっとするやん。うわー左の方が早いやんってなるやんか。でも左に寄ったらなんか右の方が早くても、まあ右は早いやろうってなんかこう思えるから、まあ左の方がええかなと思って。みんな渋滞何列目並ぶ？真ん中も無難っちゃ無難やねんけど、結構あのなんか自己渋滞とかなんか渋滞にはまった時って真ん中ってなんか一番どつぼにはまる感じすんねん。なんかなんとなくなんとなくやけどな。今渋滞は、今止まったりとかやけど15キロぐらいですね。もう構内速度ぐらいですね。めっそうお腹すいた。昨日なあれ南部道の駅南部であのマグロ丼食べて、あれお昼何時だろう、1時半頃だったかな、1時半か2時ぐらいに食べて、ほんでライブ中に食べたカレーパンしか食べてなくて、めっさお腹空いてんねやんか今。じゃあ海老名に行ったら牛丼特盛り頭マシマシつゆだく豚汁頼もうかな。ほんで食べて半分ぐらい食べてから、うわ頼まんかったらよかったってなんで、いつもそう。これ多分今年このトラック新車に乗せてもらったから、多分初めてアイドリング中に燃焼始まった、ゴーって始まった。
確か今年これ多分これ初やと思うんだけど、相変わらずうるさいな、フソの燃焼は。もう壊れるかなっていうぐらい音するもんな。ゴー言うて、うーん、ウェー言うて。スーパーグレートの燃焼が始まりました。スーパーグレート燃焼めっちゃうるさいんですよ。こんなにうるさい。俺この金規模取ったやんな。燃焼がうーん言うて始まりました。まいった、今から走ろう思っとったのに。どうしよう、まあいいか。いやもう渋滞発生してますよ。もう渋滞発生してます。でも厚木インターで35分で行くんやったらまあまあ早いやんな。本場中です。今日はね、今東名高速で渋滞にはまってるんで、車間を開けて追従してくれるオートクルーズで走ってみたいと思います。今は東名の厚木ジャンクションです。あ、すいません、厚木ジャンクションまでの渋滞でした。ここから渋滞してないんで、このまま普通に走っていきたいと思います。渋滞してなかった。今度はほんなら秦野の先かな、秦野ぐらいから足柄までの自己渋滞があると思います。まあ、とりあえず、まあ、渋滞ないんで中井でご飯食べたいと思います。ファミリーマートあるんで、自己渋滞はまっても安心なように、とりあえず買い出しもちょっとしておきましょうか。レッツゴし、当たりや。あ、これもう一個昨日飲んどったカンカンのやつがあるけど、これどうだ。これダブちゃんや。ダブちゃんはいらん。ダブちゃんバイバイ。おー、これ当たってますね。やったー、当たりやー。これ今日の一本です。これ横川のサービスエリアで買ったジョージアのエメマンです。横川やばいな。横川当たるやん。まだこれ当たりが出たことない人は、横川で一回買ってみて、横川サービスエリアで。当たるかもしれません。当たるか当たらないかは、あなた次第。ホンポリックみたいな。びっくりした。めっちゃ海老名で吉野家の牛丼の口やったから、野菜炒めの口に変えれるかな。野菜炒め定食でも美味しいからな。お腹空いてるし野菜炒め定食食べよう。おばちゃんに野菜少なめでお願いしますって言って前言うたら、え、少なめとか言って言われた。あ、
あ、まあ、気持ち少なめでいいですって言うたけど、あそこも基本モリモリやから、ちょっと少なめって言っても結構モリモリで、ああ、もうこれでもお腹いっぱいの満足やな。あの、中井のサービスエリアの、あの、パーキングの野菜炒め定食は、下にこう汁が溜まってるやんか、旨味成分の。だから、下のもやしとか野菜からこう食べていく感じに、はい、食べます。一番あかんのかな。だってもう上の方ほら、もうタレというか、下に落ちてもらってるから、な、味ないもんな、あんまりな。足柄まで、何キロやった ?17 キロやった?17キロ90分。えぐいって。パーキングでご飯食べます。中井は空いてるやろ、さすがに。いや、肌のは、あー、お腹空いた。もうぺったんこや、お腹。西に走るほどすごい日が照ってきた。東京とかちょっと曇りというか、もう結構バーッと雲が多かったから、あんまり日当たってなかったけど、結構日が当たってきたの、この辺は。ここはちょっとあの壁があるからな、鍵やけど、一番右は抜くそうやわ、ポカポカやわ。右走ったら暖かくて眠たなるよな。あー、眠たい。あー、でもみたいな。やっぱり火がポカポカ当たったら眠たくなるもんな。
御殿場インターまで100分ってめっちゃかかるやん。70分、まあ、とりあえずご飯食べてる間にちょっと減ってくれるかもしれんしな。好きになるな。若い頃なんか富士山なんも思わんかったけど、今富士山見たらわー富士山やーって思うわ。はい、渋滞はまりました。中井のパーキングはあと2キロやのに。中井は混んでるかな。今車間距離を空けて、追従してくれるオートクルーズに設定しました。距離は今ちょっとこんな状況かな。とりあえず30キロで設定してます。これだと一応前が止まるとトラックも減速します。減速して止まります。動き出すときは一旦アクセル踏むとまた動き出すねとか。はい、そんな感じです。ということで今ね、アクセルとかブレーキを操作せずに動いてます。2速だ。お前足動かしてんちゃうんって思われるかもしれんけど、一応動かしてないです。足はペダルの上に置いてるけどな。前が動き出したらアクセルを踏んであげるとまた追従が始まります。もう軽くポーンって踏んであげるだけで大丈夫です。まあ、でもなちゃんと止まってしてくれんねんけど、やっぱりアクセルじゃブレーキにこう足を置いとかなあかん
すぐ踏める状況にしとかなあかんから、結構逆に気使うけどな。まあでもほんまに、どうやろう、昨日もライブ中にも言うたけど、富士海さんで、こう、バーンって走って、衝突実験とかもやったけど、こうやって、ほんまに車間距離、保ってくれるオートクルーズ、追従してくれるオートクルーズで走った時なんかは、もうほんまに、かなりの性能で、ちゃんと止まってくれるし、うん、もう、これはかなり使える。うん、渋滞の時に。でも物事って気使うけどな。ブレーキにこうすぐ滑るようにしとかなあかんから。でも今はほんまにアクセルを踏まんでもずーっとついていってくれてるから、前の車に慣れてしまえばな、ブレーキまあ気にせんでもいいんやろうけど、この減速も加速も全部自動でやってくれてます。はい、日本のトラックはここまで来ました。あともっと新型はハンドルもな、こう車線から逸脱せえへんように動いてくれるもんな、ルークスのプロパイロットみたいに。そういうのも乗ってみたいな。これもしかしたらあれやな、花のパーキングも入られへんかもしれんな。もうでもちょっと並んどっても入ろ。今まあバイク路肩走っていってんけど、4台ぐらい、やっぱこう思うねんけど、バイクってもうむしろ逆に路肩走ってくれた方がなんか助かるけどな、もうほんまに。もうこの真ん中のこの脇をこう走ってるやんか。もうああいうの見るともうほんま路肩ビューってバイクはいいっていう風にしてくれたらいいのにな。うん。まあ俺が勝手に思ってるだけやけど。ほんで、まあ緊急車両とか来たらもうバイクももうちょっと避けてとかして。でも絶対もうここ走るより絶対安全やんな、ほんまに。って思う。でも違反やけどな。全然動かへん。どこ行くんかな、アウトレットとか行くんかな、御殿場アウトレットとか。アウトレットとか全然行かへんわ。もう俺行く言うたらあれやもんな、玉浦ばっかりやもんな。ワークマンは行かへんねんな、玉浦推しやわ。玉浦のはなんか何やろ、もう作業着ギュッて、もう玉浦は作業着ですみたいな感じで、もうギュッてなってるから、こう何やろ、全然興味のない商品がバーって多いやんか。なんかワークマンとか行ったら、うん、でも玉浦やったらなんかこうギュッとなってるから、
で買い物しやすいしな、うん、いやこれはあれワークマンディスってるんじゃなくて、まあ、自分が勝手に玉浦推しなだけやけどな。玉浦、あまた玉浦行きたいわ。手袋も買わなあかんしな。もうあと10足ぐらいしかないわ。10足あとまだ12足ぐらいあるかな。手袋予備買っとかなあかん。すごかんな。ん？スーパーグレードシール貼ってるな。かっこええな。後ろに貼ったら。松田まで60分、御殿場まで90分、沼津まで110分。いつもの倍かかるやん。ですね。これ左ルートの閉鎖結構痛いな。週末透明左ルートで言ったの。これ渋滞中でも、あの、楽々オートクルーズ、楽々オートクルーズで走ってます。動き出すときはアクセル軽くちょっとポーンって踏んだらなあかんけど、まあ動き出したら勝手にシフトも上がってくれて、前に追従して、この渋滞ノロノロの運転中も、まあ一応アクセル操作、ブレーキ操作なく走ってくれるから、これは楽です。うん、これでもみんなついてるんやろな。でも、本舗田中坊が乗り換えた UD は、なんかオートクルーズで走っとったら、上りでね、ちょっともう、車速が落ちるんですよ、って言うとったな。そうな、なんか設定間違えてんちゃうとかって言うとってんけど。まだ乗りこなしてないもんな。坊ちゃん。坊ちゃんのクオンが、いつまで綺麗に保てるか、みんな楽しみにしといてな。ああ、もうなんだあれやな、田中坊らしになってきたな、みたいな。いつぐらいやろな、多分俺な、半年持たへんと思う。うん。もうホイールも、もうがっつり行くタイプちゃうもんな、坊は。だから一足走しなってしゃあもうすぐ中井パーキングです。中井パーキングに入るんは結構空いてます。じゃあほんならもう中井に入ります。もうクルーズ切ります。
さんね、もう横から出てからトイレもまだ行ってないね。来てから。また止めれるかな。とりあえずまっすぐ行って空いてるところに止めたいと思います。空いてるかな。空いてるかな。普通にいっぱい空いてるわ。じゃあここに止めようか。じゃあ中井のパーキング着いたんで、ちょっとご飯食べたいと思います。休憩を開始します。はい、休憩開始します。なんかしてる間に渋滞減ったらいいねんけどな。10時33分。よっしゃ、 OK。じゃあ終わります。ポチッとな。